というわけで、刹那圭介の実況、始まるよ。というわけで、前回からのため撮り。前回のここのセーブから。気になったんやけど、俺は新ダン、二周目やけん新ダンジョン行く権利があるわけですよ。つまりだ。あ、また寝てきた。うるせえ。今度は LINE が来ちゃったよ。ちょっと、待ってね。多分もしかしたらこれ、下に行ったら新ダンジョンじゃないかなと思います。だから、ほんで、ギャリーのところに飛び込む前に、さっきこっちを終わらせたいと思います。行ってみましょう。こういう恐怖心に対こそ、真のゲーマーです。なんだこれ。わーお。あ、水入ってない。水入ってないで。HP いつのまま行けってか。なんだこれは。おかしいぞ。いきなりこんなところに来るのか。8にセーブしとこう。7が飛び込むところの直前。あー、なんだい、何があった。誰がトマトケチャップをぶちまいたんだ。何やってるんだ。お電波におちょこちょいにも程があるだろう。うん、だと思うよな、お前も。うん、おっ、ようやく生きれた。よかったよかった。待ってるよ。新ダンジョンだろ。隠した秘密。なんだ。なんて読むんだ。随死感？わかりません。なんだなんだ。よくわからないぞ。大きな蛇が寝ている。へ、蛇だわ。なんで大きいの。起こさないようにしましょう。はい。セーブポイントがまたあった。とりあえず7だけはセーブしないんで行きたい。こいつを起こしたらまずいポイント。めっちゃ部屋ある。もうちょっといろいろ調べないかんのか、これは。緑の額縁に穴が開いた地面の絵が飾ってある。地面の絵とか。マニアックなもん描くな、おい。何これ。煙出てる。紅茶の絵。あ、紅茶か。だから、煙じゃなくて、あれなんて言うんだろう。湯気？まあ、そんなもんかな。紅茶の香りがする。すげえ、この絵、紅茶の香りが出るようになってるんだ。すげえな。すごくいい香りだけど、これはこれですごい嫌がらせだと思わない？この紅茶が本物になればいいのに。そうなんですけどね。俺ってコーヒー派なんだわ。紅茶飲まないんだわ。で、こっちは何ですか？サメの絵。飛び出してこないでよ。本の絵。夜になるとみんな眠りにつく。だから、蛇がもしかして夜やけん寝ている的な？わからんけど、ボール？なんでボールなんか書いたんだ。もう適当なもの書きすぎだ。なんだ？動いてる。アリくんか、もしかしてアリくんか、あの時にいた。白アリ。ちょっと待って。最初におったあいつは黒だったはずだから白で。床抜けて帰れない。帰りたい。帰れない。さよなら。カントリーローズ。なんて読むんだ？見せ物の血？血っていうのは見せるためのものじゃないよ。むずっつうか、これ。なんだこれは。どういうゲームだよ。あ、シロアリを調べたけん、なんか、起こるんじゃないかな。最初の時だってそんな感じだったし。どれかをさ、あ、外れそうだ。これ、ちょっと、序盤にあったやつと、酷似してる。あ、アリの巣だったん、これ。地面描いとるんじゃなくて、アリの巣を描いとったんか。昆虫好きなんだろうね。で、これを置いたら、オッケー的な。あ、帰り道、戻った。これで帰れる。よかったね。よかったね。お前の巣を踏んでやるぜ。こういう系のネタ、何度したことか。まだ寝てる。9にしとこうか。7が、直前ってことは覚えとこう。まあ、ここクリアしたってことは戻って、また、あそこの絵のところに行けるんだろうけどさ。一応ね、寝起きの悪い男。
間が悪い男、俺さてなけいすけ。さてこれはなんだなんだ、花が踊ってるぜ。何の曲で踊ってるんだ、サンバか。必要な双子だった、双子だったんや。いやー、花の種類は一緒かもしれんけど色がだいぶ違うな。おい、なんでそんなに、え、なになに、うわー、ちょっとちょっと待ってくださいよ。食虫植物かお前は。それはないでしょう。怖えよ、手の届かぬ場所ってことはさ、ここ右に行こうとしても、さすが双子、やることが一緒。まあなんとなく分かってみたけど、一応確かめてみた感じかな。嘘やろ。食虫植物を飾っとくとか、手の届かぬ場所って見たよこれ。キャンパスの中の高原、よく分からんけど。でまあこう回ってきて、何これ、挑発。すごいグロい鋭角になって、あれ何、真っ白なプレートがある。これ時計かしら、こんなに大きい時計初めて見たわ。まあ確かにそうやね、時計、これ時計な。でも動いてないみたいね。あの真ん中の黒いやつは何かしら、ほんと何あれ。あ、そうじゃ、この時計動かしたら朝になるからこいつ起きる的な、そういう予想ができる。あながち間違ってないんじゃないかな。うわ、真っ暗ね、このまま進むのは危ないわ。そうだわ、こういう時こそライターを。あれ、ごめんイブ、オイル切れたみたいだわ。ヤリーさん、ギャリーさん、これまではいざ使えるときって言うたらギャリーさんが使えん、いや覚えてなかった、そうだわって言われてから気づくパターンだったのに、ギャリーさん自分から気づいたときはオイル使えんとか、もうちょっと残念系イブさんじゃない、残念系ギャリーさんになってくるよ。もうとりあえず一旦出ましょう、ここで襲われたら危険だわ。そうですね、じゃあこっちしかない。なんこれ、なんかバンバン言ってる。なんこれ、絵には心を、作品には魂よ。いいこと言うね、俺そういうことよくわからんけど。あれ、これ蛇の尻尾じゃん、引っ張ったら危ない気がする。引っ張ってみよう。起きたりしない、いやいけるよ、あいつは後にならんかったら大きいし。ちょっと伸びただけかい、ちょっと伸びただけやろ。え、あ、取れるようになっとるわ。だから何、いやーセーブポイントに直行できるわって言いたいけどところだけど、左上にもセーブポイントあるけん微妙なんよな。まあいいかって感じかな、まあいいでしょう。それはそれよりもちょっとこっち行けたんかな、引っ張る前ってさ。まあわからんけど、行ってなんかあるかは知らんけど、失敗作でも額縁に入れて体重つけるのね、変なのね。まあよくわからんわ、そういう絵の。なんか飛んでる、何あれ、コレクション。何が、向こう側には行けない、え、どうやって行けっていう、あれ、あれ、もしかしてこれ引っ張ったら、最初に引っ張ったらアカンパターンのやつかな、もしかして。ちょっと試してみようか、もう一回。じゃあやっぱこっち進むしかないんだよ、めっちゃやつ進んでるやん。ふざけるのやめよう。よいしょ、当たった、あれ、あ、今の当たってない、いけた。あー、よかった。何これ、よくわからんけど何度かなったな。これは何、囚われの炎、長寿が壁に縫い付けられている、 かわいそうなことをされとる、標本にされとるかな。それは抜いてあげるでしょう、かわいそうだもの。
バイバイ、頑張れよ。頑張れよ、頑張って生きるんだぞ。こっちは何？晴天の彼方。まあ、調べるだけのもんか。オッケー。じゃあ帰ろう。お、飛んでる。おう、頑張ってるじゃないか。頑張ってるじゃないか。よかったよかった。え？観察してみるとか、つかめるとかあるんやけどな、それ。羽が、暖かい。だからなんだ。だから、うわー！失敗作！失敗作が動き回ってる。ああ、蝶々失敗作なんかお構いなしに動いてる。あいつに攻撃されるんが目に見えてる。近づいたらダメなやつだ。蝶々、蝶々来てくれ。捕まえてあげる。お前、ちょっと、動き回るな。動き回るな。動き回るな。おっしゃー。火のような羽もした。珍しい蝶々。だからなんだという話だが。だとしたらなんだ？あそこの右上の鍵はどうやって手に入れる？失敗作がめっちゃ力になってる。整備しとこうか。おお、寝てるな。寝てるな。時計はまあまだないな。待てよ。という、火の形をした、蝶々ってもうもろ火なんじゃない？つまりここに入ったら光る。あら違ったな。違った。あ、ならんかった今は指パッチンしたんやけど全然ならんかったね。あれ、お、蝶々、あれ、おお、すげえ。壁から外れそうだ。気づくん遅いな。なんで蝶々がくっついてから外れることに気づいたんだ。蝶々が溜まって明るいろうそくの枝だからなんだ。いや、俺ちょっとパチン、いいことをひらめいたって思ってパチンってやったんよ。パチンならんかったよ俺はちょっと考えとったよ。まああの蝶々をこいつらに食わせとって、その間にちょっと抜けれるかなと思った。違ったね。そんな可愛くそうなことしちゃあかんわ、やっぱ。分かっとったけど、ちょっとね。うん。ん？ああ、そうか。ろうそくがついたってことは入れるわ。そういうことだな。どういう原理か分かんないけど、足元ぐらいは見えるかも。うん。足元ぐらいは見えるかも。じゃ、ちょっと厳しい気もするけど、まあいいだろう。なにこれ？絵がある。紫色の数字？ 9！これどっかの扉のパスワードになるやつじゃ。紫で9、緑で1、青で2、912、912出してもいいよ。なんだなんだ、ギャーってなったけど、え、ギャリの声にびっくりしたんですけど、あ、ごめんなさいね。驚くとつい叫んじゃってビビりっすね。むしろあんたはよく叫ばないでいられるわよね。まあいいわ、ゆっくり進みましょう。そりゃ鉄のハートっていうやつですかな。時計の目覚まし、よく見えないろうそくの絵を掲げてみる。なにこれ、あ、怖いな。スイッチ入れていいのか。入れてあれ、な、なにチーンって、なにチーンって、なにチーンって、なに、え、なに、何も注文してないのに。ちょっと、え、なにこれ、なにこれ、チーンって言っちゃったけど。何？キロノさん、何だった今の。もう、お、私、何も注文しようと思ってないわよ。メニュー決まってないわよ。恨みの正体。誰だ何今のタイみたいなやつ。ガサって言った、ガサって言った。なんかが近くにいる？で、絵があって、赤の7。え、こんなもんか？まだな、これか？オレンジの8。いや、数字めっちゃある。わあ！時計が復活してる。サボり癖のある秒針。
サボり癖のあるやつがよりによって忙しいやつ。サボり癖のある病心って、サボり癖のあるやつがよりによって病心の方担当するんかよ。ああ、数字を入れるってもう5桁って出てんのよ。さっきの数字を入れればいいんはわかるけど、どの順番で入れればいいかわからん。たぶん、お、あ、失敗作。何お前、部屋から出てんだよ。何お前、部屋から出てんだ。すごいな、おまけ部屋。波乱万丈や。うん。とにかく、あれだろ。どういう順番かわからんけど、5桁ちゃんと入れて、時計起動させたら朝になるので、あの蛇が動きます。起きて動きますって感じでしょ。なんとなくそれはわかるんやけど、さあ、どの順番に入れればいいやら。あ、待てよ。色といえば。赤、青、黄色、これなんやっけ？紫。で、確かあの、あれじゃ。ここ茶色？茶色だったっけ？緑か。緑だったような気がするんよ。ビンゴじゃん。赤、青、黄色、緑やったっけ？茶色、紫じゃん。で、緑。これだ。冴えてる。俺ちょっと知り合いの実況者にさ、2周目に出てくる隠し何やったっけ？隠し何やったっけ？隠しダンジョンじゃん。それ難しいですよって言われとったんやけど、めっちゃ簡単や。めっちゃ進むやん。冴えてるな、俺。というわけで今回はこの辺で。じゃあ次は、5桁入れてみましょう。蛇を起こしてみましょう。というわけで、塩揚げ。